全ては革命のためオールレベリアンえ今回ですね、えー、2024年6月9日、えー、ノアの大会ですね、えー、共楽園ホールレッスルユニバースの方でライブでね、見させていただきました。もうこの6月9日にちょっとプロレスの工業詰め込みすぎ問題はあったんじゃないかと、昼に東京女子がっていう方に戦場でノアで、えー、新日本プロレスも ありましたしたねちょっとこれは8とか7とかこう,うまく分けられなかったか問題はあったりしてたと思うんですけどまあねすごかったですねこの間の鈴木みのる対拳王の試合もしっかりちょっと前だとダガがこうベルトでいってたたすけでしたかね大流血があってで今回も清宮も大流血って形になったんで。 まあ最近なんかこうノアの流血具合がすごいなあというふうに思いますし、まあ、僕はゲイブ新日本プロレスの時を見ててゲイブがちょうどヤングライオンだったんですよね。でそれで上村ゲイブってあってでゲイブは結構一歩抜けてた気がしててでゲイブは去年の g 1クライマックスで何の因縁もないのに清宮に噛みついて、まあ、めちゃくちゃでしたよずーっとめちゃくちゃですよ。でその後でえお祝いと 世界タッグでですすかねんですけどねんけあの新日本の行った時もゲームがこうめちゃくちゃみたいなまあデスペラーズ選手がゲームはちょっと苦言を言っててこうお客さんを,を怪我させるリスクがあるような場外での暴れ方ってちょっと。 良くないよねってて話して今回ゲームが外でめちゃくちゃにしてるとか、まあ、ケンオ選手もケンオチャンネルで「何であれめちゃくちゃじゃねえか」とリングで決着つける気ねえよなってあんないらねえよって話でもしてたんですけどその新日でのこう一時期お客さんが危ないというようなこの戦い方から比べたら、まあ、今回のノアの戦い方はだいぶねあれでもまだ悪くなってんじゃねえかなと思うんで。 まあ途中でこう両者リングアウト負けで「ん?」みたいな形になったんですけどまあ今度の分隊ですかね分隊でもうゲームぶっ飛ばしてもらうっていうのの流れになったのかなまあちょっと僕は気になったのはキオピファンはあれを見て大丈夫か問題ありますけどねうーわーみたいな自分の大好きな選手が血まみれになってるわけですからねうーわーだけどそれでもこうめげずに。 ベルト掲かて取り返したぞと。やっぱファンとしてはやっぱそこがすごく気になってたと思うんですよ。ベルトをも巻いて文体に来るのかといろんなこのその前日にもトークイベントがあったんですね。1部2部です。すでその時もベルト持ってこれてませんだったし。 他の大会の時も「今日すいませんベルトがないです」と悔しい絶対悔しいあのゲ,ゲームにこの文体で、えー、絶対取り返して、えー、GSC のベルトを巻いて帰ってきますでオールレベリオン」って話があったんでねやっぱそこのところも感動できるとこなのかなっていうふうに思ってますしまあね僕はこう最近はこの三沢光晴さんのね本を読んでいやまあやっぱ特にねこのノアのベルトへの思い入れだったりとかノアっていう団体が。 あやっぱ三沢光晴さん、まあ、小橋健太さんしっかりですけど、まあ、いろんな思いがいろんな右往曲折があって今のところになってるんで、まあ、そこのところのプライドっていうところを足元にされたってことはそれはもう大ブーイングもあるしみんな怒るしっていうのは当然のことだと思いますんでうん、まあ、今度ねどうなるのかなってことですね。しかも今回安倍までの無料だったんでレッスルリニバースで見るとイングリッシュなんですよ。英語の実況になっててで アベマの方で見見るるとこう見れるからみたいなでもなんかコメント欄でいろんなのがあるともう見たくないんで基本僕コメント欄閉鎖しててレッスルリバースの場合だったら結構コメント欄が幸せなんで、まあ、レスルリーバースの方でコメント欄見ながらああいうルてツのベス,ベストで、まあんまりアベマではんあんまり見たくないなーってのがて閉じてみたんですけどね、まあ、個人的に天草選手がちょっとなんか ちょっとなんかこうキャラ的に面白いなっていうふうに思ったんで,でレスリングは見たことなくて僕は今年から見始めたんで宮崎潤太選手と組んでる時に断裂ですか人体でそれで8ヶ月長期欠場してで体がひと回り大きくなって最後は回転ですかしてめっちゃいい選手じゃんっていうふうに思ってだからこれまた、K、ジュニアになるんですかね天草選手は。 面白くなりますよねだからそうなるとはじめちゃんしかり稲葉選手もそうなっていくんですかねいろんなまあンタもそうだと思うしいろんな流れが活性化するんで,で僕は最近こう怪我してるから怪我して感じたことがあるんですけど昔の時代とか昭和とか平成の時代って怪我するとやっぱどうしても帰ってくる時にいろんな選手が伸びてるから、まあ、ちょっと一本も二本も交代するというかちょっと追いつくのに大変って形になると思うんですけど今の リリハビしり、まあ、足を痛めたら体を大きくするしかり今ってネットだったりとかいろんなのでいろんな人の技見られるし自分の試合も見れるしでトレーニングの積み重ね方もあるしだからこう向き合い方が変わる気がしてだからまあ場所によったりとか選手によったりとか考え方はしかりなんですけど復帰してこう強くなって帰ってくるっていうのができるんじゃないかなみたいなずっとこうシリーズを通して。 戦うよりもまあ、怪我して、まあ、言い方としては悪いかもしれないですけど、怪我して帰ってきても実は強くなって帰ってこれる環境にあるみたいな。だから怪我はしたりしたりしょうがないんですけど、ちょっと今まで見えてなかったものが少し見えるだったりとか、ちょっと後回しにしてたことを新しいチャレンジしてみようかなとか。 とトレーニングとと試合だけだけっったからちょっと例えば本読んで勉強してみようかななととかか新しいことに向き合ってみようかなトレーニングの仕方足がダメだったら、えー、上半身のところでじゃあどうやっていくかなとかだからそうやって頭だったりとか、まあ、いろんなアプローチの仕方ができるようになって、まあ、柔軟なことであとは十分をどう落とし込んでいくかなっていうところでだから復帰戦がちょっとピークになりがちなことがあるんで復帰戦でピークにならないでそこからずっとこうコンディションをずっと続けて。 っっていくっていうのがいいいくうののがかなそういうコンディションのことでいうと小川選手しかり、まあ、杉浦選手しかり丸藤選手しかりんちゃんしかりねあだからやっぱこうって改めてこうすげえな谷口選手もそうだと思いますけどだからねなかなか他の団体ではないですよねもう基本的にやっぱ年齢が重なっていくと、まあ、フリーで。 いろんなとこ回っていくっていうのがあるんですけどやっぱこの三沢光晴さんの方にもう小川から学べ」と「小川がすごいから、まあ、健太選手が言ってましたよね健太選手がもう小川選手がすごいから若い選手はどん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 小川選手から学べばいい」って言ってだから大岩選手しかり、まあ、純ちゃんしかりだとまあコンちゃんから学べることもあるし杉浦選手から学べることもあるし、まあ、丸藤選手しかりですよ。うんだからねノアの若い選手たちが。 どん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 伸びていったりとか、あ年配のレースに負けたそう考えたら、はじめちゃんしかり、小峠選手しかり、えーまあ、谷口選手、まあ、一時期こう、マッハ谷口ですか、か健太選手がプロデュースして、谷口選手がこう何度目かの覚醒してるみたいなのがあったりとか、まあ、最近だった稲葉選手ですから、からうんまあ、稲葉選手も、あとはんちゃんね、潤太うん、コンちゃんとエータで取、ね、りましたからね、GHC を。 たすけと洋平がもっといくかなと思ってまあ、こんちゃんとエイタ強いっすね。エ太タあのカウンターでのハイキックですかピンポイントキック。あれ一発で。まあ、だからたすけがあのままエイタ押し込めよかったけれどたすけが洋平に変わったんですよね。うん、だからこんちゃんのアシストもよかったですし、まあ、こうなると順端の立ち位置が微妙なんでだからこんちゃんと栄太が取った時に。 順太来ねえかなってちょっと思いましてだから次挑戦するんだったらやっぱ宮脇と誰なんすかね大和田それとも天草とかあ天草潤太になるんですかねもうちょっとねこんちゃんに振られたのをそのままにしとくわけにはいかないし大和田も剣王に突っかかったしいいじゃんあっぱれだよって剣王は言ってたしで大和も清宮に。 かかかってあのの岡田しされましたからねだからそう考えたらやっぱ宮脇はこん茶に行かないといけないですから、ね、だから一番いい最高のタイミングとしてやっぱ GC のベルトをこん茶が取ったから、まあ、次はもう即宮脇選手が噛みつかないといけないですよね、まあ、俗に嗅覚ってやつだしまあ、あとはね大達選手しっかりスターボーイ選手 スターボーイ選手もすすげーな170で70ででキロですよねだから僕とあんま変わらないです僕1 6 7 6 7キロですからあんま体重も変わらないのにあの動きのキレとパワーとバネなんでねだから本当になんかこう最高のトレーニングって僕はマジで木登りなんじゃねえかなっていうふうに思ってて木登りが得意な選手はだからもう小さいときからずっとトレーニングって言ったら木登りみたいな。 日本でなかなか木が登れる場所ってそんなない気がするんですけど木を登るってずっと小さい時からトレーニングしててまあそれプラスまあいろんな自重とかまあ大きい筋トレとかジムでトレーニングとかもありますけどだから本当にスターボーイ選手が団体のトップとかになっていくと木登りに注目されるんじゃねえかみたいなみんなで急に木を登り出すんじゃねえかみたいなね。しかもさっっっきちょっとたたみたいに まあ、結構日本人の中の17070キロっていうのは、まあ、70まで伸ばすのはちょっと難しい気がしますけどなんかこうあ自分の体型でもこうプロレスラーのトップに立てるんだみたいな,なんかそういう希望のところも感じたりしてねそうなると淳太稲葉頑張れよーみたいなはじめちゃん頑張れよとかいう風になったりはするんですけどねちょっとね今度文体がどうなんのかなーみたいな。 で慶応選手が言ってましたけど glg がちょっと崩壊気味感はありますよねベルトはあなくなりましたしまあ今度モリスと AJ ですよねこれで杉浦丸藤が取ったら GLG ベルト独占だったりもうちょっと丸腰状態みたいな。でジェイクはジェイクでこうさっき言ったのはのベルトをバカにされた。 するようなレスラーにまあ俗手肩入れしてるみたいなでそうなるとさっき言ったみたいにね三沢さんの流れに逆らうようなことしてだからねだから GLG がウォードックスと組むっていうふうになるってなるとんどうなんみたいななんかそういう変な不信感的なところが出てきてるんでそこをジェイクがどういうふうになっていくのかなっていうふうにあるんで。 うんちょっとそこは分かんないですよ、ね、まああと1個、まあ、これ面白いのかどうか分かんないですけど大岩選手が N1 に出るって話をしたんですよね。で今日昨日から6月9日のこの後楽園ホール大会の時に新日本プロレースが G1 クライマックスの日程というか日程じゃなくて、まあ、この概要みたいな何か選手が20名に絞られて、まあ、2ブロックで、まあ、俗に言うなんかこの野球のクライマックスシリーズみたいな。 だ3位までに入れば優勝できる可能性があるよってなって昨年より12人選手を絞ったんですよねだから大岩選手がこうもし戻って G1 クライマックスに出れるかどうかって結構微妙な立ち位置だったと思うんですよこれ G1 クライマックスがの選手が20名っていうふうに言われてから大岩選手が N1 に出るぜって言ってたらちょっと説得力がなかったと思うんですよあ、G1 にどうせ出れないから N1 出よったなぁみたいな。だけど先に言いましたからね。俺ら N1 出るぞと。N1 を一番最初にエントリーするって言ってやったぜって。で、俺実績ないかもしれない。それはそんな分かってるよって。だけど今日稲葉に買ったぞと。俺は N1 出る。で次は誰だよと。清宮はやってやるぞあいつみたいな。そのため実績作るために N1 取って。 N1 優勝してで清宮に勝って GSC のベルト巻きたいってことだと思うんでそういう意味ではやっぱ最初に「N1 出るぜ」って言ってたのはいいですよね。これで逆に G1 クライマックスが決まってからそれから「N1 出るぜ」っていうふうに言ってたら慶、まあ、王しかり清宮しかり「お前 G1 に出れないから N1 出る」って言いやがったなみたいなこう昔こ小島聡選手が言われたみたいにノアはーなーってねあの新日本の。 天、まあ、下り先じゃねえぞって。お前の、むし修行先で G1 に出れないからって N1 に出るみたいな甘い考えのようなレスラーに、うちは育てた記憶がねえぞって言われたら、これこそ、うん、大岩選手のね、立ち位置がないって形。だから本当どうなんですかね、オールレベリオンをどこが止めるかとか、チームの輪に止めてほしいですけど、そのためには稲葉選手、弘樹選手、 うーがね、上がってくる、まあ、谷口選手が入ってマーシャルアーツベルトでも作るかみたいなあだから米選手しっかりねあちょっとね GLG の力が衰退していくとどうなんですかね杉浦軍的なあ、まあ、外敵ワードックスが入ってくるそう、ね、どうなるか分かんないけどやっぱねワードトップ団体になるためには各選手のレベルアップっていうのも必要だと思いますしまあ GLG の人気って。 うん、ロスイングをレベルかなって思ってましたけどちょっとね今不穏な空気が流れてますから、うん、そこをどういうふうにまとめていくかどういうふうに舵を切っていくかっていうのはジェイク選手にも注目だし、まあ、清宮選手も注目だし、まあ、ゲームがー分隊でちゃんと試合してくれるか問題もあるしファンのねまた血まみれで、えー、悲鳴が上がらないようにね ししして欲しいなって思うし、まあ、ベルトをしっかりと清宮選手が防衛して、まあ、いろんな地方を回ってやっぱ清宮選手がね GSC のベルトをまあじゃないとワグナーも結局シリーズで通さなくてベルトをなかなか見れなくてで清宮は取ったら取ったでゲームに持っていかれてるからいろんなところで回ってる時の GSC のベルトが見れてないみたいなヘビーのねそれはちょ,っとちょっと問題だと思うんでね是非ねゲームをねぶっ倒してベルトをね巻いて。 いいろんな地方にベルト巻いてるぞそうなるとオールレベル4のこのチーム力って上がりますしね、まあ、そのために、ね、やっぱアレハとアレハンドルには頑張ってもらわねえといけねえなと思ってるんですけどねクリストバルとね、まあ、これね文体がめちゃめちゃ楽しみでございます。